新薬のびらさん。はい、どうも皆さん、こんばんは。あの日の少年です。ってことで、今回はね、小ネタ集というか、ちょっと僕がこの収録外でちょっと見つけた、おっとってなるやつを、ちょっとまとめてやろうかなと思います。ってことでね、保健室にいます。ってことで、金田さん、金田おじいちゃんがいるじゃない。一発丸はいい刀だ。この私が言うのだから間違いないということで。クリア前のセーブデータに戻ってるわけなんですけど、何気なくですね、金田さんをぶん殴ったんですよ。一発丸で。そしたらね、少年、今すぐパソコンの電源を切れ。なんだってゲームオーバーだ。今すぐ電源を切る。なんでだ、ルートやるな。これはゲームなんだ。いつものゲームなのだ。長時間ゲームをすると目が悪くなるぞって注意喚起してくるっていうことに気づきましてですね。何を言っているんだ少年、聞いてくれ。先週の木曜のことだ。私は車で家に帰る途中だった。家まであと2キロほどのところ、ふと目を見上げると、東の空にオレンジ色の光る物体が見えたのだ。UFO じゃない?とても不規則に動いていた。そして次の瞬間、あたり一面が強烈な光に包まれ、気がつくと私は家に着いていた。世にも不思議な話。どう思う?どう思う?どうって?わかった、もういい。勝手に失望されてる。ってわけでね、これ偶然にも、金田さんを好奇心で攻撃したら、こういう会話をしてくるんですよね。で、なんだろうと思って、もう一回やったら、また別の会話になって、金田さんね、めちゃくちゃバリエーション豊富だから、みんなで見ていこうと思う。私の我慢にも限度がある。もう君には任せとけん。私が出撃する。君はもう帰れ。出撃?よくわかんないんだよね、金田さん。なんかね、殴るたびに会話が変わんの。実は言うべきか言うまいか迷っていたことがあってね、やはり言っておこうと思う。ほう。二日前の朝、源くんの家から男が一緒に出てくるのを見たの。源くんはこれ静香ちゃんのことだね。なんていうか、その、とても親密な感じだった。すまない。非常事態にこんなこと。嘘でしょ。二日前、静香ちゃんは僕たちと旅行に行ってたよね。嘘じゃん。めちゃくちゃ嘘ついてる。なんで嘘つくの?面白いことを教えてやろう。桶狭間で死んだ信長を生き返らせたのはこの私。嘘ばっかり。信長って誰だ?そこからかい。それは知っとけ。常識として知っとけ。中国にはね、これね、引き符の言う、一人に値するものなりっていうことわざかな。むやみに戦いを求める愚か者の勇気は、一人の敵を相手にするのが精一杯って意味よ。へえ。君は一人で化け物の中を探索しているんだから、やたらと戦闘を仕掛けたりしないで慎重に行動。まあ、スルースキル、奮発して、ほとんどの敵を無視してきたけどな。まさか君は不正な手段でインチキなスコアを出そうとはしていないだろうな。それは最悪の行為だぞ、まったく。何の話をしてるんだ。君の任務は幼稚園に潜入し、園児に混ざって積み木の組み立てが終わる前に破壊することだ。何を言ってんだ。本当に頭がおかしくなっちゃった、このおじいちゃん。バリアティレベル13。園児の逆襲、積み木を守れ。なんかのネタかもしんないけど、マジでわからんぞ。河原、カラスマ、大宮、西院、西峡谷かな、桂、各西口、東向かい日、西向かい日、長岡天心、大山崎、水瀬、上舞かな、上巻、高槻市、富田、総意寺、南橋、マジでこいつ壊れてる。何これ、正すずめ、正常、相川、上新城、淡路、禅宗寺、南方13、梅田、なんかのお経か?いや、呪いの言葉とかじゃないの。グリーンハブやレッドハブはシェルがつくと被れることがある。調合するときは手袋をした方がいいかもしれんな。はい。えい!あー、なんかバグったな。巻き舌宇宙で有名な紫ミミズの剥製は腹切り岩の上で、音じゃが馬畑きするといいらしいぞ。要はハサミだ。61。はい。私は前世でブレイリードッグだったんだ。あの頃はラッコやシマリスが遊びに来てくれて楽しかった。君の前世は何だ?バグがすごい!あー、何が国だよ!国しろ、俺!どうした?やれやれ、女子便所でおかしなことをしていた奴がここまでたどり着くとは世も末だ。そんなの僕の勝手だろ!バグがすごい!やっぱり一発丸が一番いいですね。お前が今感じている感情は精神的疾患。あ、ラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ。滑舌練習。チ。生麺タイプ。どんぐらいバリエーションあんだろうね。
俺も全、なんか、ずっとはやってないから、なんか、マジで多いね、金田さん。やられるはせぬよ、そんな攻撃。えいっと、華麗に避けてやりいか。何言ってんだ、お前。少年、父の名は何という父の名。のびのびすけだよ、それが。違う、私がお前の実の父親。何を言って、また嘘。ホラ吹きがすごい。本当に言ってみただけ。なんやねん。なんやねん。お前ない君たちは何度も世界を救ったことがあるそうだな。しかし、私だって何度も世界を救ってきたんだ。一度や二度、世界を救ったからって天狗になってはいかんぞ。お？絶対嘘だろ。はぁ、あ。嘘ばっかり。あ、2円あります。2円いらない。今私は一つの命を失った。これは敗北であろうか。いな、始まりなのだ。どうしよう。言ってることは100理解できない。これが現代のおじいちゃんの、あれなのかも、あり方なのかもしれんな。知っているがね、少年。新薬とはダサ作の代名詞だ。は？サイレン、ニュートランスレーション、劇場版ゼータガンダム。新薬と称されるものは全てダサ作の、いや、人それぞれだわ、そんなの。サイレン、ニュートランスジェネレーション結構面白かった気するけどな。それは聞き捨てならないな、新薬ゼータがダサ作だ。新薬ゼータとは言ってない。当たり前だ。神優が先週崩壊せず、ダブルゼータガンダムを公式が否定するなど、愚のこっち。やべえ、ガンダムで語り合うな、お前ら。ハッピーエンドで終わらないのが大人の味だなんてそういう考え方、僕は嫌いだね。何を言うか、ダカールの日のシアー大佐の演説まで削られてあんなものにもはや、ゼータガンダムの魅力、ガンダムの話をしないで、わからないから。今回、ブラン長さんのカル、アッシマーとの戦いがかっこよくなってて、新薬ゼータにも新薬ゼータの魅力があったよ。やはりガンダムが、初代が一番だ。あの生臭さが後の、後のガンダムにはなくても、どうも好きになれ。まったく、あんたみたいな初代に凝り固まった中年ファンを見ていると、こう言わずにはいられないよ。ほう。30過ぎてもガンダム、ガンダムって、どうかと思うね、僕は。いや、それは、あれだろう。いや、どれだけ年老いてもアンパンマン好きとか、人それぞれだろ。人の趣味は、こう、ぐだぐだ言うもんじゃないぞ。好きなものは好きだからしょうがない。まあまあ落ち着いて。あんなのただのアニメじゃない。こいつが一番嫌われる。なんだと？のび太、お前今なんて言った？ただのアニメって言っただけだけど。アニメを下に見てる。そういうからには君はガンダムをすべて見ているのだろうな。いや、見てないけど、大きなロボットで戦うアニメだ。うわ、一番怒りそう。ガンダムファンが。はっ！何もがじゃいないね。お前が言っているのは子供向けのスーパーロボットものさ。いや、スーパーロボット俺好きなんですけど。こういう手合いが一番好かんのだ。ガンダムをそこらのロボットアニメと同じように思いよって。どうか、せめて見てから言うし、味方同士になってる。まあば言ったが、どのガンダムも見るべき価値はある。初代以外には気に入らない点も多いが、見て損をしたと思ったことは一度としてない。僕はどれも面白いと思うよ。ただまあ、最近のビジュアル重視の風潮は好みじゃないけどね。おお、気が合うな。若い世代のファンにもそう思っている者がいるのだな。やばいやばいやばい。親友同士になりかねんぞ、このスネ夫とカネタ。アニメは楽しんだものがちさ、カネタさんもさ、比較する前に楽しんで見てみたらいいと思うよ。初代には初代の、ゼータにはゼータの、G ガンには G ガンの、ダブルオーにはダブルオーの魅力は、そこまで言ってない、多分。Z の話しかしてないから。G ガンとかダブルオーとか出してこないで。だが私は初代が好きなのだ。これだけは譲れん。まあ仕方ないよね。カネタさんは生で見ていた世代だろうし。おお、柔軟だな、スネオ。うん、それはそうでしょうね。なんですか、急に伸びた。生きて帰れたら私の家に来るといい。ガンダムなら私が全部見せて。いいです、いいです。どうせ親がケチで見せてくれなかったのだろう。君のなりを見ていればそれぐらい想像が。人を見た目で判断しないで。あ、こいつ、独身だなとか、毒親だなとか思わないで、見た目だけで。そりゃいい、ガンダム知らないなんて人生の半分無駄にしてるようなものだ。よかったな、のび太、カネタ様には感謝しろよ。そうだ、ゲームライダーはこんなところに長居は無用だ。さっさと脱出して救助隊を呼んでくれ。救助隊、呼んでくるじゃなくて、呼んでくれなんだ。こんだけガンダムの話しても、人まさ、任せなんだな、結局。はぁ、あ、なんだろう、もう脱出なんてどうでもよくなってきた。でも、カネタさんのおかげでちょっと元気出たわ。ありがとうな。これでいい。あ、でも。これは読んだね。あ、でもすげえバリエーションある。はい、ということでね、二つ目の小ネタ集、参りたいと思います。ということでね、女子更衣室に多分来たんだけど、ま、ここのロッカーをね、何気なく調べてみたらですね、ここはセナさんが使っていたロッカーのようだ。中を調べるのはやめておこうって出るんだよね。で、だが断るを選択すると、見れるわけですね。ちょっと背伸びパンツを手に入れることができるんですね。寄せ上げブラも手に入れた。最高だ。最高だぜ。これは、僕は静か派より。
喋るんだっていう感じだよね。あ、いや、これは、何がこれはですか？右手に下着、左手にも下着。こんなに下着にまみれた男なかなかいないぜ。みんな恐怖に耐えながら頑張ってる時にあなたは何？下着泥棒。確かに。そうだぜ。まあ、ですね、ヨダ。セナちゃんの言う通りだぞ、のび太。いくら以上にながらって、人としての品位は大事なのはどうかと思うな。確かにな。まあ、お前の気持ちもわかるけどさ、その一言はやばくね？何して？あ、いやいや、信じられない。なんて人たち。誤解だ、セナさん。君の思っているような僕じゃない。何が誤解ですか？たまたま調べたら使えそうなものが出てきたから、一応持っていこうかなと思っただけで。そうだ、一応だよ、一応。念には念もね。使う？着るつもりなの？違うよ。例えば、静香ちゃんにプレゼントする。人が使ってたのを、静香ちゃんにプレゼントするの、キモすぎない、それ。あまりにもキモすぎないか、のび太。非常時だし、下着はあっても困らないじゃないか。非常時で人の下着あげるってどういう神経なんだろうな。非常時であってもって感じだしするけどな。そうね。そういうことなら仕方ないです。え？いいの？許してくれたよ。まあ、静香ちゃんにはこんなの必要なさそうだけどね。え？こんなのって言ったことで、あ、ダメなんじゃない？これ。このすぐ！おい！ああ。まあ、セナさんに殺されるなら、本望か。はい、てなわけでね、セナさんのパンツを盗んだ後にタイランド戦ですよ。まあ、ここではね、視聴者さんからコメントいただいた、ここにいる状態で、インカムにつなげると、なんか誰かとつながるらしいから、まあ、それやろうかなと思います。いいえ、入ってない。入ってやったのに。あ、もぎたてパンティ。うわ、もぎたてパンティ手に入った。ちょっと待って。これなんかに使えんじゃない？最強アイテムだったりしないか？これ、もぎたてなのです。女の子のパンツな、小さなリボンの刺繍が施されてる。へぇ。女の子のパンツだ、おしっこをするための穴は開いてない。そのことを考えるとなんだかドキドキしてくる。やっぱり女の子は僕とは違う生き物。ちょっと伸びた。ちょっと待って、これ使うたびになんか起こりそうだな。これ、もう一回調べると何？女の子のパンツだ。顔に近づけて匂いを嗅ぐと、少女特有の甘酸っぱい香りです。やばい。完全に変態に目覚めてる。この匂いが好きだ。だから静香ちゃんのそばにいると、ドキドキ。嘘でしょ？パンツの匂いに惹かれてたってことは、静香ちゃんの。え？伸びたペドフィリアってなってるの？なんだ？なんかが起きてる。伸びたの体で、何か起きてる。女の子のパンツだ。ライトの光に透かしてみると、裏側にほんのりと黄色いシミが見えた。女の子はした後に拭かないといけないから大変だ。静香ちゃんはうつむきながら、そこを拭く姿を想像すると、たまらなく愛おしいものに燃えてて。やばい。一線超えてる、小学生ながら。一線も二線ぐらい超えてる。一線だけじゃない、二線超えてるわ。え、これ使うとさ、あ、やばい。称号が変態になってる。おい。使うしかねえだろ、そんなの。女の子のパンツだ。裏側をしげしげと見つめてみると、うっすらと筋が浮かんでいるのが見えた。静香ちゃんの大事なあそこ、お風呂を覗いたとき、一瞬だけど見えたあの縦筋、僕は、あれが好きだ。可愛い妹みたい。やばい。パイパン好き、やばいですね。モザイクですね。ダメですね。そんなの。見せたくない。女の子もパンツだ。鼻に押し付けるとおしっこの匂いに混ざって、チーズの匂いが少しくさい。え、ちょっと待って、このゲームって18禁だったっけ？臭い。けど、いつまでもこうしてない自分がいる。やばいでしょ、そんなの。タイランと戦ってる間に、称号ド変態になってる。のび太、もうやめてくれ。もうやめてくれと思いながらも、止められない俺がいる。女の子のパンツだ。なぜかわからないけど、無性に顔に被りたくなる。被って、フォーとか叫びたい。これは男としての使命だ。男なら被らないといけない。君もそう思うだろ。ママのでもいい、被ってみろ。そうしたらわかる。ダメだ。やめとけ、もう。ちょっと待って、もうタイラント倒してる場合じゃねえ。これどこまでいけるんだ？ん？女の子のパンツだ。ちょっとこれでメガネを拭いてみよう。なんだかわからないが、これはいい。愛するという言葉の究極の表現方法のような気がする。やめとけ。頼むからやめてくれ。女の子のパンツだ。人はパンツ一つでここまで妄想する。僕を変態と呼ぶのかもしれない。だけど、それは違う。そこまでしたくなるほど僕が静香ちゃんを好きってことなんだ。たとえ偽物の使っていたパンツであったとしてもね、
僕はそれを誇りには思うな。お前みたいな奴が一番に。ポケットの中に女の子のパンツがある。手を入れて、ぎゅっとデリケートな部分ごと握りしめたら、軽くめまいがした。気まずい。やば。もう止められねえ。ちょっと、もうやめてって。あ、もう本能が言ってる。本能が言っても俺は止めないぞ、もう。ここまで来たらもう。ポケットの中に、あ、これで終わりか。今更だけどインカム繋ぐか。本来の目的である。インカムに繋ぐと、お、スネーク、エアモノのフィギュアはまだ見つからないのかい。何のために君を日本に、え、違う、君もオタクかい。それじゃあ何が知りたいことがあったら答えてあげるよ。え、スーパータイラントで攻撃法、もちろんシミュレートしてあるよ。スーパータイラントは一歩踏み込みながらの攻撃を得意としてるらしい。下がって攻撃を回避するのは難しいだろうね。構え移動で上下に揺さぶって回避するのがいいだろう。それと気をつけてくれ。スーパータイラントは一定時間おきに猛ダッシュするようなんだ。攻撃なんかしてたらほぼ確実に停滞反撃を食らうよ。回避に専念した方がいい。誰？あ、今度こそスネークの呼び出しかな。それじゃあ頑張って。あ、なんかメタルギアのネタの感じか。誰だったんだ今。